ゴールキーパーは林です。最終ライン右にキャプテン小出、センターバックが菅田と福森、左には U24 韓国代表のキムテヒョンです。中盤の底鎌田、長澤、2列目右にチームトップ10ゴールの合計トップ下、今日は加藤、左に木田、ワントップ山田、ゴールキーパー福井、最終ライン右に鈴木、センターバックチャン・ミンギュ、藤原、そして左サイドバックには今日現役最後のプレーとなります太田が入ります。中盤の底は宇野と下田、2列目右にシーズン途中加入のバスケスバイロン、トップ下高橋大吾、左に今日は荒木が入ります。ワントップには現役オーストラリア代表ミッチェル・デュークという布陣になりました。ミドルサードの位置で構えます。キーパーに下げてプレッシャーをかける、高橋が取る、さあ高橋大吾、ミッチェル・デューク中切り返す、まだ持ちます。ここで入れてくるミッチェル・デューク、このヘディングがわずかということになりました。フリーでした。まあ、中盤の3枚気味になっているところと、まあ、センターバックがいかにコンパクトにできるかでやっぱりカウンターは決まっていくと思うので、まあ、もう少しプッシュアップしてもいいかなという気がしますね。さあバスケスバイロンにボールが渡りました。切り返して左足シュート、今腕に当たったんじゃないかというアピールをしていますが、コーナーキックになりました。町田です。さあ太田がケルボール、ヘディングミッチェル・デューク、いや本当に素晴らしいボールですよ ね、まあ、強さと高さと、まあ、落ちるタイミングというんですかね。スローイン入ります。宇野がここまで上がります。ボランチ中折り返しヘッドで落として押し込む町田、入れ替わって高橋大吾、クロス入れる、ミッチェル・デューク待つ、このクリアがオンゴールになりました。先制町田、一瞬の隙、ミスがゴールにつながりました。さあ太田が先導して、まあ、ユニカムダンスをします。いや思わぬ形で先制ということになりました町田です。まあ、やはりねセカンドボールの話をしていた中で、まあ、うまく町田が拾いましたよね。まあ、高橋選手のところから落としたボールを、まあ、非常に鋭いボールを上げましたので、まあ、クリアは難しかったというのがありますけども、はい、まあ、少し軽率でしたね。それが結実しての J1 昇格です。町田、太田から縦、フリック荒木、中央に高橋が来る、折り返し、その高橋シュートに行った、ミッチェル・デューク、これで2桁得点になりました。ミッチェル・デューク日本に来て初めて2桁得点、10ゴールを挙げました。鮮やかなリシュ、町田のカウンター。まあ、ここで太田選手がねやっぱり前半言った通り少し前の位置に絡んでいく、はい、まあ、そこから斜めのくさびのパスは完璧でしたよね。シーズンセットプレーからの得点は16、ショートコーナーになりました。中加藤、中に送ったボール、決まった、1点返しました。菅原のゴール、リーグ戦はこれで2ゴール目ということになりました。産業能力大から反応したこの菅原のヘディング、そうですね、まあ、小田井選手が奪って、まあ、若手で取ったゴールとも言えますよね。まあ、うまく加藤選手の左足ですかね、ここからの鋭いクロスと、まあ、菅原選手のやっぱり嗅覚、あとはポジショニング、ヘディングの精度、そして高さですね。まあ、ベガルタというのは大きなゴール、そして彼にとっても完璧なゴールだったんじゃないですかね。素晴らしいゴールですね。また縦フリック、おー、この縦入って豪華、そして菅原シュート、パッチング福井、仙台後半を強めます。後半1点を返してから仙台の時間帯が続いています。さあ変わったオナが太田のポジション受けてグランダー、高橋のシュート、よく片手で弾きました。林、いや、いい動きといいくさびでしたね。速いスルーパス、受けてターン一線、シュートを放ちましたが、ナイスキーパー林。さあ今日は岩テックスタジアム仙台最終戦、
13,138人のサポーターが詰めかけました。さあこの応援が後押しする中で仙台は同点に追いつけるか、そして町田はどうクロージングしていくかと。このボールは流れてオフサイドではない、オフサイドではない、アデミルソンシュート、仕上げの一発か、3点目。一瞬の隙狙っていました、そして落ち着いてゴール。加入してアデミルソン、これが町田での初ゴールということになりました。最終戦でゴールを挙げましたアデミルソンです。そうですね、この町田のクリアボールに対して、まあ、おそらく菅田選手はオフサイドを取りに行きましたけども、まあ、キム・テヒョン選手のところが残っていたんじゃないですかね、まあ、それをアデミルソン選手がよく見てましたね。さあ町田優秀の今であとわずかです。おお、こぼれ、まだある、同じシュート、ここは外れました。ここで試合終了の長い笛。 J2 リーグの最終戦、仙台町田の一戦、来シーズン J1 へとステージを変えるこの町田が最終戦で勝利を飾って5連勝、有終の美を飾るというゲームになりました。